サンマルポムポムであります。今日はキャンプに来ていますということで、今までもキャンプ動画を何本か投稿したんですが、その成果もあってこのようにかまどが作れました。早速料理をこしらえたいと思います。今日はこちら、空き缶を使ってポップコーンを作りたいと思います。まず空き缶をご用意ください。そして、ここをコの字型、凸型っていうんですかね、ここをこのように切り込みを入れます。あ、結構柔らかい。はい、このような感じで切れ込みを入れます。ちょっとここもちょっとだけ切れ込みを入れて、これを折り曲げます。とご準備ですが、バター、醤油、今日は醤油バター味にしたいと思います。とポップコーンの種をお持ちください。バターをこのここに入れます。これを火にドーンと置きます。ちょっと溶けたらポップコーンを入れます。バターが溶けてきましたので、ポップコーンを入れたいと思います。ポップコーンはこの上の飲み口のところから入れます。熱い熱い。5発入り乾燥卵目、卵目、よし、熱い、よし、卵目、よし、これでしばらく待ちます。あー、できうわー、できてる、できてる、すごい見て、中めっちゃできてる。あ、ほら、あ、おー、できてます。うわー、すごい、ポップコーンになってる。これが弾けて外に出てくるという仕組みになっています。本来なら弾けたポップコーンが缶の折り曲げたところに当たって外に出て、ポンと皿の中に入るという予定だったんですが、熱い、うわー、出た出た、うわー、あ、キャッチできない。やばい、目が状況が、中ではでもできてる。断着を受けることはできませんでしたが、できました。わーい、いただきます。おー、サクサク、あ、味がない、味付け忘れてた。ちょっとバター醤油にしたいので醤油をかけます。ピピピ、うまい。これだとお鍋などもいらなくって、その辺に落ちてた空き缶とかでもできるので、キャンプやサバイバルな状況でぜひやってみてください。以上、状況終わり。なんでさ。